はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということで、今日のテーマはこちらというね、ひまそらあかねさん VSA とコラボ、タコ部屋訴訟ということになるんですけど、これね、コラボのね、タコ部屋訴訟ね、あんまりね、再生回数回んないんで、そう、これ、やってもええんですけど、別になんかあんまりなんかこう、美味しくはないんだよね、全然。はい。いう感じになるわけなんですけど、裁判所は SNS での普段の言動とかも考慮に入れるというところを、まぁ、ちょっと注目していきましょうと。まあ、いう感じになります。はい。はい、まあ、ただ、まあ、一つ分かることは、まあ、コラボが、ひまそらあかねさんを訴えるということで、まあ、限界金額は、所詮、まあ、220万ということなので、まあ、それ以上の金額が出ることはないので、まあ、裁判してきたら、まあ、裁判してきたら、はいはい、みたいな感じで、まあ、受けりゃいいんじゃないかなって気はしてますけどね、正直。はい。まあ、これ、ひまそらあかねさん以外の人たちのことについて言ってますけど、はい。で、まず、中身言うんですけど、私のことは弁護士と勘違いしてる人いるんですけど、違う人は弁護士じゃないです。はい。弁護士じゃないです。いいですか？弁護士だったら、訴えられるときはこのように対応、当弁護士は対応しますとかになるじゃないですか。違う。訴えられない体質を作れと言ってるんですよ、私は。そもそも。で、これ別に二刀夢乃さんとかコラボから訴えられることだけじゃなくて、SNS っていうのは基本的にインプレッションを稼ごうとかなんやかんやしたいって、別に、コラボだけの話じゃなくて、訴訟されますよ、訴えられますよ、なんていうことっていうのは、可能性としてはあるわけでしょっていう話です。じゃあ、訴えられにくくするにはどうすればいいんですかということをちゃんと要するに学んでいきましょうね、という感じです。で、まあ、多分今回の東京地裁の裁判、東京地裁の裁判の結果とかいうふうな話をするんだとしたら、はっきり言わせてもらうんだとしたら、納得がいかないとか、気に入らないなって思う人たちが大半なのかもしれませんが、どうなんだろうね、どっち側なんだろう、この判決おかしくねみたいなのとか、まあそういうところはあるんですけど、いや別に私は正直、納得って言ったら変な話なんだけど、納得っていうのもちょっと変な話なんだけど、ああ、そういう判決ねっていうのは出てくるよねって話。でこれ一応言ってますが、東京地裁が正しいなんて言うつもりはないですよ。東京地裁はそのような判決を出したという。いいですね。はい。東京地裁はそのような判決を出したっていうことなので、納得もクソも、まあ、それが、だから、ひまそらが負けたという事実は事実だよって感じですね。はい。という感じになってきますということですね。まあ、地裁では変な裁判が出たりもしますよっていうんで、ガンガン出るよっていう。そうそう、だからガンガン出るよっていう。なんでそのなんか正しく裁判所っていうのは 100% 公正公平に機能すると思ってるのかなっていうふうなのが、まあちょっとよくわからないですけど、一応だから、その裁判所で出た結果が公平公正に結果として機能しますよ、ということで、社会が成り立ってるというですね。はい。いう感じになってくるんですけど、なんかすごいね、なんか、こういうの取り上げるとなんかお前はコラボ側に寄ってるのかって、いや、初めから裁判所の結果を見ていきますよって話で、タコ部屋に関してはやるつもりなかったよって話ですね。はい。で、この地裁の文章をちょっと皆さんも見てほしいんですが、地裁の文章をちょっと見ていきましょう。はい。被告が自らの好む漫画やアニメなどのコンテンツを批判する2頭に対して、強い敵意を抱き、原告らを批判する動機がそのような点にあることを自認しているので、上記活動報告書をあえて曲解している可能性を否定できないこと。っていう風な感じで、まあ要するに裁判所の文章とかにもこういうのが出ちゃうという感じになるんです。で、今日何が言うかっていう話になるんですけど、もう一回こっちに、戻ってほしいんですけど、裁判所は SNS での普段の言動とかも考慮に入れますし、日常における要するに言動であったりとか、日常生活における状況であったりっていうことも考慮されるケースはあります。はい。したがって、要は何かっていう話になるんですけど、松井先生が本当に誹謗中傷しました。他の人も誹謗中傷しました。でも、同じ結果になるとは限りません。はい。これは同じ結果になるとは限りません。なんか、法の下の平等っていうふうにとか言ったりもする人いるんですけど、はい。法の下の平等なんだよって。別に法の下に平等なのは平等なんですよ、皆さん。しかし、その、要するに普段の言動であったり、道徳的行いであったりとか、SNS での行動規範であったりっていうふうなことっていうのは、ありますよね。だって裁判官も人間なんだから、裁判官も人間なんだから、ですよねって話。つまり、今この要するに判決文を見たっていう関しては、要は、ひまそらあかねさんっていうのは、その、要は、社会的な要するに、正義というか、社会的な正義、つまり公金がどのようになっているのか、どのように収入があって、どのように支出されているかっていうことが、主目的ではなくて、
重たる目的で要するにコンテンツに対して要するに批判する動きがあるっていうところをマイナス評価されちゃってるってことですね、東京地裁の方で。はい。マイナス評価されちゃってるっていうことになるんです。で、これが要するになってくるということになるんです。じゃあ、松井くんはどうですかっていう話なんですけど、松井くんは別に若草盆とパップスコラボが要するになんか恨みがありますとかどうのこうのってありませんって話をしてるんですね。公金が収入と支出がどのようになっているのかっていうことは、都民全員もしくは国民全員に対して問題意識を持ってもらわないといけないし、自分が要するに住民税を納めますとかそういったもろもろの大事な書類とかもなくなっちゃいましたとかいういい加減な管理をされる危険性があるので、この問題って全体に要するに影響する問題だよね。だから大変なことだよねっていう。東京都の職員とか大変だよね。どういう基準でどういう風にお金を執行してるのかっていうことが分かりませんっていう状況の中で、東京都が要するに運営されているっていうことはまずいだろこれっていう風な話に今なるということが目的としてあります。だから、この裁判結果があるからって言って松井君に打撃は入らないですよねって話。そう。で、言いたいことは、これで別にひまそらあかねさんが負けたざまーとか、別にコラボが勝ったざ、コラボが負けたら、じゃあ逆のケースでも一緒です。コラボが負けたざまーってことをやりたいわけじゃなくて、みんなは裁判されにくい体質を作らないといけないでしょっていう話なんです。それを私が要するに SNS で X であったりっていうんで、アップしてるやり方っていうのはそうでしょって。みんなに要するに見てほしいのはそういう風なことでしょっていう話なんです。ちゃんと論理的に要するに言われましたって、すいません、これがどういうことなんですか、で、こうこうこうで、こうでこうということでよろしいですかというふうなことっていうふうな話であったりとか、これはこういうことで、これはなんでこうなってるのとか。そうそう。で、別に私要するに SNS で、要は例えば X とかでもやり合いになる時もありますけど、やり合いになることはありますけど、基本的にはこういう運営の仕方してるじゃないですか。これは暇あるんだって言ってバーンって殴られる。まあ私が暇あるんであることは別に何でもいいんですけどっていう。総監庁元庁と領収書がオープンにされてる場所ってありますかっていう。なんかこういう風なところで要するに延々と言ってくるのキモいですと書かれても、まあ私がキモいのは別にそれはそれでいいんですけどっていう。すいません、キモいのはいいんですけど、我々、私は要するに総監庁元庁と領収書などの客観的な資料を用いて、そのコラボの会計に問題がないかどうかっていうことはちょっと調べたいのですがと、ね、調べたいのですが、それって資料としてありますかないんですかっていう話でブロックされるっていう作業を多分少なく見積もっても10回ぐらいやってるはずなんですよ私しつこく何回も SNS でずっと延々とやり続けてるじゃないですか。やり続けてるのなんでかっていうと、こういう判定取られちゃうから。わかります。こういう判定取られちゃうし、こういう風にアウト判定みたいな感じで、マイナス判定出ちゃうじゃないですか。そう、マイナス判定が出ちゃうから、要は、なんかお前暇あるんだろっていう風に仮に言われたとしても、その別にじゃあ私が暇あるんでは何でもないんですけどっていう風な話になって、とか、暇あるんだろうって別にバーって言われたとしても、別にそのまま放置してたりするっていうのはそういうことなんですね。そう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 。いや、だから、何をもってだから言ってるんですかとか、そう。とか、それに関しては私動画で配信してると思うんですけどっていう、そう、生放送の動画で配信してると思うんですけどとか、これに関してはこうこうこうでこういう風に配信してると思うんですけどとかそうそう、そうすると向こう側が必ずボロを出してくるじゃないですか。ライブ配信10分ほど見たんですか、暇あるんだって分かりましたって。10分ほどでは私の動画の内容分かんないですよ。1時間のライブ配信で、1時間のライブ配信で10分間雑談してますから、もう思いっきり脱線してる動画なんで、初めの10分見たから何が分かるんですかっていう。1時間ちゃんと見てから言ってもらえないと、その私の反対権って言わないでしょって。ちゃんと要するに動画全部見るべきですよとか言われたら、だから動画を見るべきですよってあなたが私に言ってくれたら、私の動画全部見てから言ってくださいって。そうそう、そのあなたが要するにだから見てくださいって批判するんだったら、私はそれに関してちゃんと動画で発信してますんでって、それに関しては全部要するに一通り全部チェック入れてから言ってもらわないとっていう話をするわけじゃないですか。っていうことをまあ何回も言ってるわけじゃないですか。そうそう、何回も言ってるんですよ。で、俺だって初めのうちの動画見てもらえればわかるんですけど、私普通にひまそらあかねさんを一撃で倒す方法を普通に教えてますからね。だから総監庁元庁とね、領収書、見せれる範囲の領収書、この二つを要するにきちんと見せてね、
いうことで、それを要するにちゃんとその理論立てて、これはこういうふうなお金で使ってるんですよっていうことをちゃんと説明していくっていう作業が必要だよね。それを動画で要するに配信していったりあったりとか、弁護士とか会計士とかいっぱいいるわけなんだから、これはここのこういう費用でこういうふうに使いましたってやっていけば信用は回復するよねっていうことじゃないですか。で、これもこれで一緒なんですけど、その、二頭さんも同じように、要するに、ポイントになるんですけど、自分の子供、まあ、要するに、ひまそらあかねさんが漫画やアニメなどのコンテンツっていうことが好きだってことはいいんですけど、これ二頭さんに対してもそうですよね。漫画やアニメなどのコンテンツを自分はバンバン批判してました。で、自分が批判されましたっていう風になった場合に関しては、訴訟に打って出ますっていうことが、これで要するにオープンになっちゃいますよね。例えば。で、それを見たときに、一般人はまずどう思うかっていうことであったりとか、そう思われても仕方ないよねっていう部分があったりするっていう話だし、もし仮に二頭さんやコラボとかが、まあ、松井先生を訴えますっていうふうな話になったときに、これが要するに逆転するわけですよ。わかりますね、皆さん。これは二頭さんが松井先生を訴えた場合に関しては、いや、あなたの言動自体に問題がある行為があるんじゃないんですかっていうことが、逆に言えちゃうわけでしょ。この判決文がそのまま使えるんですよ。だから、例えば、私だったりした場合に関して言うと。私だったりとか、ちゃんと要するに SNS 上でモラルを守ってたりとかする人たち。だから、皆さんにずっと怒り続けてるのは、そういうことなんです。二頭さんに対する、容姿に対する差別発言であったりとか、二頭さんに対する容姿に対して問題があるっていうふうな話であったりっていうことはするべきではないよねって話をしてるし、大田健吾さんに対して迷惑電話をかけまくるっていうことに関しては、これはやるべきではないよねって話をしてるし、コラボに対して要するに突撃しに行きますよっていうことに関してはやるべきではないよねとか、シェルターで保護されている人たちに対してのその居場所を特定するであったりってことはやるべきではないよねっていうことを何回も言ってるわけじゃないですか。っていうことなんですね。で、この要するに言動をきちんと要するに私は何回もしつこくやってるんですよ。時間長くなってめんどくさいかもしれないけど、っていうことなんですよ。で、ここまで言ってるにもかかわらず、まだ X である二藤さんや太田恵子弁護士のなんか人格に関する攻撃するやついたら、それはブロックするわ、俺。それはブロックするわ。何聞いとったよ、前ってなるんで。そうや。そうや。そんなんして何が面白いんですかって話です。逆に。そう。別に太田恵子弁護士も別に二藤さんも別に顔の作りは悪くないでしょ、別に。顔の作り別に何も悪くない。ブサイクの部類に入らないでしょ、別に。はい。いう感じになるわけなんですけれども、じゃなかったらそもそも、あれでしょ、とかお金とかもろもろとか人とか集まってこないでしょ。うん。でしょって。ね、超絶ブサイクで身だしなみが絶望的になっていて、かつ要するに、言うことくちゃくちゃでって言うんやったら、誰も寄ってこないでしょ、本当に。本当の意味で。っていうことになるんで、な、そこのところは皆さん注意しといてあげてくださいということです。で、つまり、私は要するになんか法の下の平等とかいろいろ言ってる方いらっしゃいますが、いや、だから違いますと。裁判所は SNS での普段の言動とかも考慮に入れてくるし、普段の行いや素行っていうことに関しても、すべて考慮に入れられてきますということです。で、皆さんはひまそらあかねさんやなるさんと違って、今戦ってる状態ではないんですってことは、これが大事なんです。いいですか？私のテリトリーは私のテリトリーの範囲内の安全性さえ守れればどちらでもいいので、皆さんはコラボと戦うわけじゃないんでしょってこと言いたいんです。コラボ戦うのって戦うんで先生止めないよって。今それアカンさんと同じような行動を取っていかないといけないです。あれぐらい要するに ガッツ入れて要するに戦わなきゃいけない。それはその通りだと思うんですよ。しかし、皆さんは戦う人じゃないんでしょっていう。見守る人なん状態なんでしょってやつです。見守る人の状態なんだったら、なんでそれをわざわざ訴えられるような行動や言動するのって話です。でしょって。そういうところはちゃんと要するに守るべきところはきちんと守ると。ね。で、言うべきところは言うっていう。言うべきところはここは注目すべきですよね。まあ、そこが注目するべきところなんじゃないかなっていう話ですね。はい。でも別に二藤夢乃さんには要するに、太田恵子弁護士のことを要するに、誹謗中傷する必要性はないよねって。私なんか、神原はじめ弁護士に行ったって面白いって言ってますからね。いや、リーガルハラスメント、あの人やっぱ、YouTube やったら結構伸びるんちゃうか、ってね。人としては評価してる部分もあるんで、はい。いうことになってくるんで、そこはそこ。ここはここ。はい。やっぱりちゃんとやるべきところで、公金がどういう風になってるか。これもコラボさんだけじゃないんでね。はい。なんかある意味言うなら、コラボの二頭有名なさん、かわいそうっちゃかわいそうだよね。だから今までできた若草ボンドパップスコラボ、フローレンスの中でコラボの会計、一番、
一番まあ、ちゃんと品目書いてるな、みたいになるから。暇そら赤さんの情報だけしかないけどね、今のところね。はい。いうことになるけど、そうやから、だからそれはそうでしょって話です。はい。よろしいでしょうか。というわけで、リーガルご安全にということなんですけど、私はリーガルご安全にじゃなくて、道徳性であったりとか、普段の素行言動っていうことに対しても、ちゃんと要するに、身を律して、ちゃんとやっていかないと、裁判等では、勝ち目が薄くなりますよ、ということですね。まあ、ということが分かっていただけると、私がいかに裁判で勝つのが難しい相手かというのを皆さん分かってきましたよね。アンチコメントしたり、殺害予告しても、要は殺害予告をしても、いや、それはいいよ、と。ね。まあ、言ってる人の普段の素行の状態の人と、別にこれ、計算してやってるわけじゃないですよ。本心でそう思ってやってるからなんですけども。っていう人を訴えるのは訴えにくいよねっていうことです。だから私が訴えられる確率はそもそも低いし、別に訴えられたとしても俺にダメージはないよっていうふうなのはそういうこと。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。